ロジャー・ベバン・ウィリアムズは、イギリスのオルガン奏者、指揮者、音楽学者、スウォンジーの生まれ、ハダースフィールド音楽学校を経て、カーディフ大学に進学。1967年には、ゴールドスミス・カレッジで、音楽学の修士号を取得し、キングス・カレッジで、アルノルト・シェーンベルクの初期作品の研究により、1975年に、博士号を得た。以後7年間ロンドンで、 オルガント・チェンバロの奏者及び指揮者として活動。1978年からアバディーン大学の音楽学部の講師に任命され、同大学の音楽学部が閉鎖されると、大学の音楽監督の地位を得て2010年まで、その職務を全うした。1980年代はエディンバラ音楽祭合唱団の補助指揮者を務め、1984年から1989年まで、 スコティッシュナショナル還元学団付属の合唱団の合唱指揮者を務めた。アーカイブ2019年8月20日、ウェイバックマシンロジャー・ベバン・ウィリアムズ・ディスコグス、ハットアーカイブ2011年8月18日、ウェイバックマシン、レナウンド・オルガニスト・リタイアーズ、フロム・ユニバーシティ・オブ・アバディーン。ユニバーシティ・オブ・アバディーン。オリジナルの2019年8月23日時点における。 アーカイブ、http://archive.is/.e200G2019 年8月23日閲覧。ありがとうございます。